こんにちは。 84.1 メガヘルツ FM サルウス、 88.9 メガヘルツ FM 品川、 FDK プレゼンツソナイルラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ、今日もいつこもスタジオ多摩プラザより生放送でお届けしています。さあ、今横浜の気温ですが、31度キューブまで上がっていますね。今日も、真夏日となっています。今日この後33度まで上がる予想で、平年より5度ほど高い気温ということで、暑さまだまだ続きますね。今年は残暑厳しくなっています。この先1週間の天気予報は詳しく番組後半でお届けしていきます。さて、この番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。ソナイルラジオは FM サルウスの YouTube ライブでも同時生配信中です。 FM サルウスのホームページトップ画面のところに表示もされていますので、ぜひそちらもアクセスしてください。FM サルウスはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルウスお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの宛先は msg@fm-saleus.jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りします。さて、本日の備えるラジオは FDK 工場見学スペシャルをお届けします。先日私は静岡県湖西市にあります FDK 和室工場にお邪魔して、富士通アルカリ乾電池が生産されている様子を見学してきたんですよね。今日はその模様をお届けしていきます。ご案内くださったのは FDK 株式会社プロダクト事業本部アルカリ電池事業部技術部技術課課長の夏目祐樹さんです。さあ、それでは早速なんですが、当日工場に入る前に夏目さんに見どころなどを聞いてきましたので、その様子から聞いてください。じゃあ、夏目さん、今日どうもよろしくお願いします。いや、この FDK の和室工場、いや、ようやく来れました。いや、もう来たいな来たいなと思いながらも、ね、なかなか直接来る機会はなかったんですけども、今日はやってきましたよ。ね、この和室工場って、FDK さんの中でもいろんなものを作られているんですけど、何作られているところなんですか？はい、和室工場なんですけれども、アルカリ乾電池を製造しております。おお、アルカリ乾電池、100% アルカリ乾電池ですか？はい、そうなります。この和室工場、見どころはどこですか？はい、アルカリ乾電池の製造なんですけれども、とても各方でスピーディーに電池が流れていきますので、目で追いかけるのは大変かと思うんですが、楽しみながら見ていただけたらと思います。いや、私も本当に乾電池の工場って生まれて初めてなんですよ。どんな状況なのか今からちょっとワクワクしてるんで、じゃあ今から見学の方スタートしたいと思いますので、夏目さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、この後に工場の中にご案内いただいたんですけれども、この工場見学する際にですね、中に入る前にゴーグルやヘアキャップ、そして帽子など、この装備一式の見学セットっていうのがあるんですけども、それをいただいて装着しました。で、そして工場の中はすごいスピードで規則的に生産ラインがバッと動いていたんですが、全体的な印象は想像していた工場とはちょっと違っていて、とても綺麗に整理整頓がなされていて、綺麗な印象でしたね。で、 YouTube をご覧いただいている方はぜひ見ていただきたいんですけれども、こちらのパネル、富士通アルカリ乾電池が完成するまでの工程と手順が書かれた図解となっているんです。まずは、1から3の工程、正極材料と呼ばれる乾電池のプラス極の材料を製造している工程を見学した様子をこの後お届けします。で、これ稼働中の工場内の音声になりますので、もう一部聞き取りにくい部分がございますが、ご了承くださいませ。それではどうぞ。まず最初なんですけれども、こちら正極合材を成形して正極管に詰める
SF になります。正極合材なんですけれども、主に二酸化マンガンをベースとした材料と、あと導電材の黒鉛、この大きな2つを、混合してこちらの成形機でリング状に、成形しています。今はじゃあ中身を混ぜ合わせているところなんですか。まずは工程としては乾電池の中を、こちらはですね、混ぜ合わせる工程は別の建屋ですでに行っておりまして、はい、混ぜ終わった粉が、こちらの成形機でギュッと押し固められております。今ギュッと押し固められている状況なんですね。ちなみに固めた後、粉状のものがギュッと固めてこのようなリング状のものになっております。ちょうど見せていただいていますが、だいたい長さは 1.5 センチぐらいですかね。で、直径が1センチぐらいのリング状のものになっています。それを今これ一気にたくさん何個も作ってるんですか。ここでは、はい、一気に作って、そうですね、はい、2台の成形機でなんですけれども、まず電池として1分間に600個以上作る計算ですので、単算ですと電池1本あたりこちらの固めた、正極の合材が3つ入っております。ですので1分間に1800個成形しております。1分間に1800個、はい、うわーすごい。ちょうど本当に今触ったら少しで手が黒くなっちゃうんですけれども、本当にこれが今電池の中身、はい、ということですね。はい、ということで、の電池の中身であります黒い筒状の正極合材が1分間に炭酸ですと約1800個と、すごいスピードで作られているところを見せていただきました。で、この後はこの正極合材が炭酸型の乾電池にこう3個入るんですね。3個ずつ入っていく様子を見学しました。で、乾電池がもうどのぐらいのスピードで流れているかを聞いてきましたので、そちらの様子をお聞きください。1分間に乾電池ってどれぐらいできるんですか。はい、こちらの炭酸ラインですと1分間に大体約650個ほどの電池を生産することができます。すごい、じゃあもう1分間に650個の乾電池がもうどん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 出来上がっていってる状態なんですね。そうですね、今も1分間に650個が流れ続けているというようなイメージになりますね。いや本当にね、ここのある機械の速さに私はびっくりどん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 ね出来上がっていきますね、はい、目で追いかけるのがなかなか大変なんじゃないかと思います。ということで、話にもありましたが、本当に目で追うのが大変なほどのスピードで乾電池がブワーッと流れていってたんですよね。で、この後ですね、今 YouTube ライブ見ていただいている方は今パネル見ていただいているんですけれども、このパネルの工程4のところ、ここの部分をご説明いただいたので、ここをぜひ聞いてください。こちらなんですけれども、セパレーターといいまして、正極の材料と負極の材料が直接当たって電池の中でショートしないように、分けるためのものを、作っております。すごい、一気にでも、さっきもお話ししたとようにどんどん乾電池が流れてくるんですけれども、はい、ここは先ほどの乾電池に蓋をした後に電極が流れないためのものを中に入れていってるっていうことなんですか。そうですね、こちらのセパレーター紙でできているんですけれども、はい、この後、もう少し後ろの工程で負極材料を電池の中に注入していきます。その時に材料、先ほど入れた正極材料に直接負極材料が当たってしまうと、もうそこでショートしてしまうので、その前に正極材料と負極材料を隔てるためにこちらの紙製のセパレーターを入れております。いや、この紙製のセパレーターもすごい勢いでどんどん流れていくんですけど、乾電池の中身ってこんな風になってたんですね。そうですね、なかなか工場以外では見ることができない部分かと思いますね。紙が入ってるんですね、中に。初めて見ました。
そうなんですね。ここではこの紙製のセパレーターが乾電池にこうどんどん入っていく様子を見ました。でこのセパレーターにこのあと電解液を染み込ませる工程を見たんですけれども、まあこの様子が圧巻だったんですよね。まずこの電解液をセパレーターに水鉄砲のような容量でなんかバッとこうね吹きつけるんですけれども、そのセパレーターに電解液が染み込んでいく工程を待つっていうのがあるんですね。でこの染み込んでいくための時間を稼ぐために乾電池がこうくねくねと並んで進んでいくんですが、ここではなんと約1万個の乾電池がこうきれいに並んでいて、でくねくねとこう規則的に進んでいく姿はすごい美しくて圧巻でした。でこのあとパネルではこの工程6になるんですが、この乾電池のマイナス極の材料を注入するっていう工程をご案内いただきました。先ほどの圧巻の1万個の乾電池の後は今ここはどういった工程になるんですか？はい、こちらですけれども、電解液を吸わせた電池が流れてきてますが、いよいよ負極材料を充填していくというプロセスになります。ぐるぐる回って、はい、そうですね、収益プロセスと似たような感じで、少し負極材料は水溶液ではなく金属の亜鉛合金の粉を、水と混ぜ合わせたものですので、はい、少し太めの水鉄砲のようなもので一個一個充填しております。いや、この乾電池の中にプラス極とマイナス極の材料がこれで入ったということで、まあ、いよいよ最後の工程に進んでいくわけですね。続いての工程なんですけども、はい、今これはどういった工程になるんですか？はい、先ほど負極材料まで充填した電池があったと思うんですが、そこにですね、蓋の役割をする集電体と呼ばれるものを投入し、その後缶を折り曲げて封光する、蓋を閉めるというところまでをやっております。いわゆるいつも乾電池で見ているプラスマイナスのマイナスの部分のところですね。そうですね、ペラッと凹凸がない方の部分、はい、あそこが最後の蓋になるんですね。はい、この通りです。で、ここで完成ですか？そうですね、一旦こちらでですね、はい、蓋をされてラベルは巻かれていないんですけれども、電池としては完成しております。なるほど、わかりました。電池としては一応これは完成ということで、はい、でこの後は次はラベルのところですね。はい、早速行ってみましょう。さあ、ということで、まあ、ついにこう乾電池のマイナス端子となる集電体というもので蓋が閉められて乾電池が完成したんですね。このパネルで言うと7と8の工程ですね。でまだこの時点ではラベルが貼られていないので、何もないつるっとシルバーの乾電池の状態なんですね。でそして最後にラベル貼りがあります。でラベル貼りの前に検査の工程がありましたので、そちらも聞いてください。夏目さん、ここはどういったことをされてるんですか？はい、こちらですけれども、まずラベルを巻く前に電数ですね、全ての電池に対して電圧をチェックするという工程になります。一個一個電圧チェックしてるんですか？はい、作った電池すべてに対して電圧を厳しい電圧基準でチェックをしております。確かに今見たら電池が一本一本この並んで降りてきてるんですけど、このまた一本一本これなんかこれコードがつながってますけど、はい、これが電圧チェックをしてる？そうですね、流れている間にテスターの容量でプラスとマイナスをタッチしてすぐ離れるんですが、この1秒あるかないかの間に電圧を測っております。はい、結構じゃあこの1秒かかってないんですかね？そうですね、すごい勢いで早いですね。どんどんされていますが、ちょっと歯車のような感じでね、はい、回っていってる、ね、機械になりますね。すごい、これなんか おもちゃの中で仕掛けのおもちゃみたいな、ね、中身のね、はい、見てて面白いですね。
ということで、そしていよいよ最後の、ね、ラベル払いの工程にと進みます。このパネルの中では、まあ、9番目の工程ですね。こちらになりますね。今ちょうどロングライフプラスですね。これそうですね、ロングライフプラス のラベルがこれ1枚になってるんですね。はい、巻く前のラベルはシート上でつながっております。こちらをこちらのマシンの中で1枚1枚切って貼って熱収縮しているっていうプロセスになります。1枚のものが、はい、あえて一気に巻かれてどんどん流れていってる状況、はい、これもハイスピードですね。そうですね、こちらも同じく1分間600個以上流れているんですけれども、はい、ラベル巻きの、位置合わせなどはとても、厳しい基準で合わせ込んでおります。いやこれちょっと待ってください。出来たてほやほやのロングライフプラスが並んでますよ。もう焼きたてのパンみたいな感じどん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 すごい勢いで、ね、もう出来上がって、もう焼き上がりにって感じです。すごい圧巻の風景です。はい、ということで、私が見学した時はこちらのロングライフプラス、この炭酸タイプですね、このラベルを貼っていました。でこのロングライフプラスなんですけれども、この一本一本に今きれいにラベル貼り付けられている状態が、まあ、完成品なんですが、この貼る前というのは本当一枚なんですよね。一枚のラベルがバーッとあって、ですごい勢いで一個一個にラベルが巻き付けられてどんどん出来上がっていくっていう様子でした。本当にそのスピード感にびっくりしたのと、もう出来たてほやほやになんかね、やっぱりちょっと感動しますね。どん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 こうロングライフプラスが出来上がっていく様子も実際この目で見ることができました。ではここで夏目さんからいただいたリクエスト曲をお届けします。
さあ夏目さんにこの曲をリクエストされた理由聞いてきました。この曲はですね、ディズニー映画ズートピアの日本語主題歌として使われています。うまくいかないことや失敗することがたくさんあるけれど、諦めないでいこう、頑張ろうという前向きな曲です。普段元気をもらっている大好きな曲なので、今回リクエストさせていただきました。ちなみになんですが、この映画ズートピアの主人公も FDK マスコットと同じウサギなんです。それもあって今回リクエストさせていただきました。ということで、お送りした曲はドリームアミでトライエブリシングでした。でこの後に会議室に場所を移して夏目さんに、ね、いろいろお話伺ったんですけど、その模様は来週お届けします。もしも災害が発生して停電が発生してしまったときに乾電池を備蓄しておくと、懐中電灯、ラジオ、乾電池式の携帯電話充電などさまざまな用途で役に立ちます。日本気象協会シルボー祭では、災害時に5人家族が3日間過ごすために乾電池を50本備蓄することを進めています。富士通アルカリ乾電池なら信頼の日本製で10年の長期保存期間を実現しているから、備蓄用としても最適です。乾電池は普段から少し多めに備えて、使った分だけ新しく買い足して常に一定量を自宅に備蓄するローリングストックを心がけましょう。日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気お伝えします。さあ今週は、晴れる日が続く見込みです。雲が出やすい日もありますが、日差しの多い1週間となる予想となっています。最高気温は、32度から33度の日が多く、平年よりも5度から6度ほど高い真夏並みの気温の日が多くなる予想です。そして最低気温は24度から26度ということで、まだまだ朝も晩も過ごしやすくはなってきましたが、一日を通して気温の高い日が続く予想となっています。残暑が厳しくなっていますので、まだ熱中症対策も必要となっています。万全にお過ごししてください。最新の天気情報は日本気象協会公式天気予報専門メディア天気 JP で確認できます。市区町村別のピンポイントな天気予報に加えて、専門的な気象情報、地震、津波などの防災情報を提供しています。気象予報士が日々更新する日直予報士、花粉や熱中症、スキー、積雪などの季節特集もしています。ぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいね。さあ今週のプレゼントです。今週は富士通アルカリ乾電池ロングライフプラス単に8個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク fm-salus.jp メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは9月17日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。さて今日はここで告知があります。内閣府などが主導して毎年1回開催されている防災国体が、今年は関東大震災から100年ということで、神奈川県横浜市にある横浜国立大学で9月17日と18日の連休中に開催されます。今年は約400の団体が集ってセミナーやワークショップなどなど様々な企画の催しが展開されます。来場は無料ですし、体験型の催しもたくさんあって、屋外にはキッチンカーも出ますので、ぜひ皆さん足をお運びください。備えるラジオでは、防災国体子ども会議2023という企画に取材に行く予定で、後日にその特集を放送します。こちらもぜひ楽しみにしておいてくださいね。メッセージの宛先は msg@fm-salus.jp でお待ちしています。じゃあ今週は FDK 工場見学スペシャルお届けしました。
来週も引き続き聞いてくださいね。この時間のお相手は木村千代子でした。それではまた来週お会いしましょう。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。